おー、よろしくお願いします。ゆったりしてこっちに来てください。どうも、犬コネクションです。僕が戸川と言いまして、こちらが生川木くんと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうした、今日カッコつけて、なんかあったんですか？なんかわかんないんだけどおいらは、今回お笑いをやめて、モデルになることになりました。どういうこと？待って、どういうこと？モデルになることになったの？どういうこと？いや、なんかわかんないんだけど、この間なんかそこの表参道を歩いてたら、なんかあれ、モデルにスカウトされました。そう、まさにそういうこと。なんていう事務所ですか、それ。ちなみに会社は、なんかあれすごい大手の会社らしくて。なんていうとこ？なんか、スーパーモデルコーポレーションです。スーパーモデルコーポレーション、そう、大手の会社らしいよ。聞いたことないけど。バカみたいな芸人さん生活頑張ってください。バカみたいな。出てください。お前それ騙されてない？その表参道で歩いててモデルちょっと興味ありませんか？皆さん聞いてください。何？なんかわかんないんだけど、戸川さんはあれチビスケだから。モデルにスカウトされなくて嫉妬してます。違う、おい、心配して戸川さんかわいそうだね。かわいそうとかじゃなくて、チビスケチビ太郎なんだ。あ、わかった、いいじゃん。戸川さんはさ、ホビット族のモデルかなんかやるよ。ホビット族はこの世にいないからモデルなんか一応できないんだ。スーパー事務所の名前なんだって？だからスーパーモデルコーポレーション。知らないの？バカじゃないの？知らないのじゃなくて、それ調べたの、その事務所の名前。いちいち調べないんだけど、こいつや。こうやってさ、バカみたいに調べてるんで。スーパーモデルコーポレーションでしょ？なんて書いてる？なんて書いてるの？スーパーモデルコーポレーションという会社の名前を語って表参道で詐欺が発生しています。気をつけてください。この会社は存在しませんって書いてるでしょ。てかさ、気づくじゃん。俺あれ系で引っかかってるやつ初めて見て。ああいうのこう地方からね出てきた10代の子とかを引っ掛けるためにモデル興味ありませんかとかって声かけるやつよ。いや、信じてたもん。モデルになれると思ったの、うん、なあ、俺初めて見たって。お笑いやめるっつってたな。やめんの？やめてもただの変なおじさんですよ。この存在しない会社に入った後モデルやるんですか？応援します。じゃあお疲れでした。じゃあ寂しいわ。頑張ってね、モデル。詐欺って知ってたけど。無理がある。あんだけこんな本音して入ってきてお疲れでした。なんか学校へ終わりやすいも知りませんみたいな。戸川さんが騙されないかどうか、ね、確認してみただけなんだけど。嘘じゃん、強がんなって。詐欺って知ってたんだ。今気づいたんでしょ。知ってたんだけど。こっちって、まあまあいいや、じゃあ知ってたってことでいいわ。いいけど、まあ、まだマシよ。あんなのって最初に大体パターンとしてはモデル、その事務所登録料で最初10万円払ってくださいとかで金まで取られるんだから、それがなかっただけお前マシよ。まだそんなのやったら帰ってくるんだよ。さすがに気づくよね、そんな立ち話で
お金の約束してから、おかしいじゃん、モデルになるのに最初10万払うとかって、おさすがに分かるよな、それは。払ったのかね。違う、質問に答えてくれる？どっちだ、払っちゃったら払ってない。あ、いや、なんかあれ、払っちゃってない。払っちゃったやつの言い方、払っちゃってないって。払ったお前。どうしようあ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。払っちゃった。お客様、何を見せられてるの？何をやってんの？お前いい加減にしろよ、お前。だからもうさ、お笑い頑張って10万じゃ返そうよ、稼いでお笑いを頑張ってもモデルなんてならねえんだから。なんかその契約するときになんか保証人が必要だって言われて、だから戸川さんの携帯番号と口座番号全部教えてるから裏で話そう。どうも。